あ、ちょっとね、お茶の、持ってきますね、お茶ね。ちょっと、喉乾いちゃう。ちょっと待っててください。プリンちゃん、暴れないで、プリンちゃん。ちょちょちょ、プリンちゃん。何暴れてるの？外は寒いの。ダメなの。ちょっと待ってくださいね。しょー。はい。よいしょ、皆様。みゆきみさん、と少しさんあれから、ちょっと美川憲一風になることを最近気づいた私。あ、ちょっとね、僕、あり方おかしいんですよ。うん。外では、もうちょっと気を、何？何？き、き、き？き、え？何？え？もっとなんかしっかりと歩こうとしてね、まだちょっとややマシなんですけどね、もう家の中とかはね、もう気が抜けてるので、もうあんなに、本来の歩き方になっちゃうんですよね。まあ気を張るというかね、外だからね、うん、なんか社会的なドスコイ、うん、だからね、外ではもうちょっとまともに歩こうとするんですけど、家の中はでも気が狂ってるというか、うん、ね、何、緊張感ないのにね、そうなっちゃうんですよ。なごみちゃんさん、本来の歩き方は美川憲一風。だから昔ね、特に昔もっとな、歩き方おかしかったんですよね。なんかやっぱ頭おかしいんでしょうね。うん、で、だいぶ、あれ、何？補正したんですよ。友達教えてもらってね。人間とはこうやって歩くんだよって言ってね、教えてもらってね。今はね、比較的、何、その時はマシな歩き方になったんですけどね、気を抜くとちょっと出ちゃいますね。